リーゲーム実況マニア部長のハルティです。副部長マネージャーの歌です。オルキャラトップスケガーン那須川天心です。ゴムギアでタッパン1年生でキューです。ガルスです。歌おう、歌おうでーす。イエーイ、やばー、はい、やったー、弱っということは奏でーす。出たー、イエーイ、おめでとうございます。いつもいるね。なんでいつもお願いしてる側だからね。歌を今まで通りね、いろんな王やってきたと思うんですけど、今回ちょっとね、なるべく今まで難しすぎたんで、ちょっと難易度をちょっとだけ落として、なるべく点数を取りやすいようにね。なるほどなるほど。割とね、いい勝負できるんじゃないかなと思う。じゃこれ点数取れないやつはバカかすってことですね。0点はね、ダメなんだよ。はい、じゃあ1問目流しますよ。はい、はい、お願いします。1問目、歌くんの得意な教科は。はい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 、これはわかる、これはわかる。え、これさ、罰ゲームとかあんの？どうしよう、ちょっとまずいね。私のやる気変わってくる。今日一応言ってなかったんですけど、今回こちらね、罰ゲームではなくご褒美があります。ちょっとそれ本気でやるのわかるやつやんけ。ご褒美は最後に発表すんの？最後に発表します。なるほど、なるほど。はい、じゃあそろそろかい。じゃあまあ上からいきますか。どじでもいい。 OK です。どじでもいいんじゃないですか、最初は。どじにせーので、はい、じゃあいきます。せーの、はいはい。国語。え、それ古典。え、こうだろ。いや、古典で書こうと思ったけど、いやいやいや、国語にしたら 0.5 ポイントもらえんじゃねえと思った。そうそう。ちょっと待って、数学俺なんか苦手って言ってた記憶があるんだけど。てかさ、はい、てかさ、前さ、そうちゃんと9、一回歌に勉強教えてもらった。そうだよ、お前。僕その時数学教えてもらったし。ゆうちゃんがバカすぎるんだって。はい、答え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 漢字じゃん。うるせえうるせえ。国語は赤でしょ。静かに。数学青だから。うるさいうるさい。1問目、歌くんの得意な教科は。現代文です。国語はまあ正解でもいい。そうですよね。おい、おい、お前俺より現代文低かったよな。国語1?1点ですか。僕は1です。なんで、おかしいです。でえ、俺キュート一緒なの、嘘だろ。じゃあ2問目もいっちゃっていいですかね。はい、いっちゃっていいです、はい、お願いします。はいはい。コンビニのおすすめ商品。はい、なんだろうこれ。これちょっとあの難しいんで、あの0点のお二人一個ずつ質問していいことしますこれ。あー、なるほど。マジ？ちょっと他の人聞かないでほしいな。いや、それな、俺らだけの質問になんないとアドバンテージになんないんだけどこれ。なんかおもろい質問しろやけ。まあちょっとじゃあ一個ずつ聞いてみて。はい、聞いてよ。はい。じゃあ歌くんのコンビニのおすすめ商品はおにぎりの紅鮭ですか？いや、もう確信ついてる。違います。うたくんのおすすめ商品には野菜が含まれてますか？含まれてないです。あれ、いいですか、じゃあもう上からキューちゃんから。はい、ここはもう焼きそばパンでしょう。次行きましょう。食べてくれよ。スイーツ系の、はいはい、そうちゃんも暑いし、アイス。はいはい、そうだね。はいはい、ウギちゃん。はい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 、その程度。いきます、モンスター。はいはいはい、やばくない？知らなすぎでしょ。うたくんといえば、イカそうめん。あー、山田さん当たり目。え、じゃあ答えを見ていきましょう。ほんまに知らんねんけど。はい、お願いします。コンビニのおすすめ商品。男梅です。あ、なんか言ってたかもしれん。それ梅だけ、それ好きかも。なんか言ってたかもそれ。正解は男梅でした。聞いたこともあるわ。マジで知らん。なんか食ってたかも。いきましょうか。じゃあ3問目、これね、ハルティさんの時にも多分聞いたと思うんですけども、はあ、うん、旅行に行くならどこ。シンプルに宇田くんが行きたい場所。うわー、どこだろう。これは結構具体的でいいのかな、この中で。はい、まあヒントを言うのであれば、国外で。だよね。こいつ調子乗って海外っていうの。調子乗ってとかじゃない。海外か。キューちゃん前どこだっけ、サウジアラビアに住んでたんだよね。インドネシアな。あ、インドネシア。そろそろいいっすかね、これ。いいよ。はい。上からキューちゃんから。ここだよ、シンガポール。なるほど。なんか言ってた気がする。じゃあ小麦。はいよ。オーストラリア。サウザルス前どこ。県でしたの。海外言われてた。でもあるかも。イギリス。ほう。おお。これ地方でいいんじゃないの？俺普通にヨーロッパってことなの。ヨーロッパかっこイギリス。ほう。イタリア。ほう。じゃあまあ見ていきますか。これね、ハルティさんの時にも多分聞いたと思うんですけども、はあ、旅行に行くならどこ？ハワイですね。
か。正解はハワイです。はい、行ったことあるだろ、どうせボンボンなんだから。じゃあ、いきますよ、流しますよ。はい、4問目。大事にしているモットーは何？あー、これはわかる、これはわかる。まあ、なんか俺の中にある格言というか、なんか言葉というか。まあ、そう、そんな感じ。これはまあ、疑う次第だけど、どうする？ヒントで出す？確かになぁ。ありじゃない。ありかも。じゃあ、ことわざでいいんじゃない？ことわざです。ことわざです。あ、そうなんだ。よし、これでいこう。オッケー。いいですか皆さん。かまへん。これにしよう。はい、切るから。いいですか。いいですよ。はい、どうぞ。塵も積もれば山となれ。あ、塵積も山となね。塵積もね。小麦。石の上にも3年。あ、まあまあ、ぽいぽいぽい。お、いいね。ぽいぽい。どうぞ。じゃあ、そうちゃん。いや、もう僕は本当に分かんなかったです。死にたい。怖い怖い。そんなことわざが。じゃあ、タクパン。七転び八起き。え、じゃあ俺は人の振り見て我が振り直せ。うわー、すげー、多いねー、多いなー。いや、みんな分かってない。縁の下の力持ち。あ、多いなー。多いねー、多いねー、多いねー。僕はこれにしました。チリツモだー。チリツモだー。かぶった。キューちゃんと一緒か。キューちゃんと一緒なのがね、ちょっと残念だけど、まあ、理由あるから別にキューちゃんと違ってこれいるんすよ、正解者が。実はじゃあ、ハルさんだ。そうだった気がする。じゃあ、お答え見ていきますか。4問目。大事にしているモットーは何？人の振り見て我が振り。うわー、すごい正解です。よーこれすごい。かけてこなーよ。歌っぽかったよ、これが。やっぱりじゃあ、流します。5問目ですね。記憶に残っている思い出のゲーム。はい、わかります。はい、わかります。何だっけ、なんか言ってたな。これちょっとね、先に言っとくと、かなり変化球です。え？かなり希少。いや、あのゲーム。普通に考えない方がいいです、これ。なんかゲーム内のゲームとかではない、これ。ゲーム内のゲームの可能性。なんかそのカセットのタイトルだとは限らない。とだけ言っておこう。カセットのタイトルじゃないじゃん、今の言い方は。じゃあ、もういいぜ。キューから。じゃあ、キューちゃんからお願いします。僕はゲーム実況で見た Wii スポーツのボーリング。はい、バカ。得意そうだったもん。ね、うまかったし。反応悪。はよマイクラ PVP するサーバーやな。あの、ベッドウォーズとかあるよ。キューちゃん。僕は歌くんにおすすめのゲーム聞きました。よくないやん。よくない。前それ聞いたら、歌くんのような何か。あれ？出します。これだ、ファイヤーエンブレム。ああ、そう、あのね、それと迷った。スマブラ、いや、もう忘れてる。ホームランコンテスト。ホームランコンテスト。じゃあ行きます。アナイアレーションです。おアンニです。マジアンニ。アンニ、はい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 、僕はそうちゃんと同じ。おお、いや、そう、正解者いるでしょ。どうもありやろ。もう流しちゃいましょう。答え流します。はい、5問目ですね。記憶に残っている思い出のゲーム。すれ違い伝説。すれ違い伝説。知らねえよ。知らないかな。いや、もちろんやってたけど、お前の口から聞いたことはねえ。いや、あれが思い出に残るわけがない。いや、青春ゲーだろ俺ら。動画見てくれてありがたまわり。やらんぞ。メメントリファーストライブゲーム実況アリーナ 0.03 チケット完売&赤字回避、本当にありがとうございます。ライブ映像は1000円で販売中。概要欄の URL からぜひ俺たちのファーストライブ動画見てください。それじゃあ最後にせーの、いくぞたまわり。メメントリー。